ちは。こんにちは。今回は大分県で中津の唐揚げ巡りです。唐揚げです。唐揚げです。もう大分県の中津といえば唐揚げなんだよね。唐揚げの聖地です。そうだよね。もう調べたらもう唐揚げの店舗いっぱいあったからね。そうそう、なんか道の駅で見つけたこの大分県中津市唐揚げマップ、これね、これに結構載ってたよね。あー、なんか結構ね、まとまってたね。そう、まとまっててこんな感じでいっぱい載ってて、結構見やすい、わかりやすい、ね、営業時間とか定休日とかね。で、この中から6店舗絞ったので、はい、そこに行きます。6店舗巡ります、うん、はい。今日1日で6店舗巡ろうとしてるから、うん、あの少量ずつ買って食べて、食べ比べて、あ、もし1位をねスパッと決められれば、お互い1位を最後に発表しようと思います。じゃあそんな感じでいきましょう。じゃあ唐揚げ巡りスタート。セルフエコー。1箇所目が唐揚げ大吉本店だね。結構何店舗かあったよね、他にも。あ、なんかね、まあ、九州がやっぱメインだったね。そうだね。でも静岡にも、ね、あったからびっくりした、ね、びっくりした。また行けるじゃん。じゃあいただきます。いただきます。美味しそう。これももだね。ももの骨なし、骨なしのもも 100g、 3個でね、3個。うん、やばいね。うわ、脂がすごい。いただきません。あ、いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、まっ。衣がちょうどいいな。ちょっと一発目だから他と比べられないけどさ、まだももだから食べ応えあるね、弾力が。うん、まあ胡椒効いてる。うん、ちょっとピリッとする。うん、おいしい。始まりましたって感じ。うん、あ、食欲そそる。うん、うん、2店舗目が唐揚げ専門店元気屋です。ここは9時まで開いてるんだね、夜。結構遅くまでやってるんだ。冷めてもうまい唐揚げだって、ね、だそうです。冷めてもうまい唐揚げ、気になる。絶対お米が食べたくなるだろうってことで、うん、食べ比べでね、うん、ここではお弁当を買いました。お弁当ね。お弁当です。米分かれてるのが本当にありがたいね。この白米と唐揚げと、うん、わあ美味しそう。これミックスだっけ。これミックス。どれがどうなの。多分桃胸かな。桃胸だ。美味しそう。ミックスのお弁当、唐揚げ弁当か。唐揚げ弁当にもも2個、胸2個入ってるやつ、うん、美味しそう。野菜も入ってるんだね。うん、ちょっと胸から。うん、あんまり外で胸買うことないからね。うん、柔らかそう。柔らかくない。めっちゃうまい。もう見てて分かったもん、柔らかさが。美味しそう。優しい。あー、いいね。めっちゃ柔らかい。じゃあ私も胸行こうかな。うん、うわ、軽いね。うん、柔らかいね。うん、ご飯と合う。多分自分で作るとこんな柔らかくならないよね。うん、ならないんじゃない。いや、さすがですわ。もう行ってみる。もう行っちゃうの。行っちゃうよ。ああ、ももは味が濃い。染みてる。うん、これが唐揚げって感じ、本当に。ねえ、唐揚げ弁当。うん、いや、お米マジなくなるな。なくなるわ。うん、なんか肉の外側と中心の味が同じ、均一。ああ、確かに確かに。ちゃんと染みてるって感じだね。うん、
続いて3店舗目、唐揚げ屋チキンハウス中津本店です。ここは食事もできそうだったね。そうだね、なんか入り口が違うのかな。そうだね、2つに分かれてて、うん、結構なんか老舗っぽい感じの雰囲気だったね、うん、じゃあこれ3つしかね、ちょっと2個ずつぐらいかな入ってるのが、うん、多分22かな。 100g で注文して、100g がだいたい唐揚げ2、3個くらいだからね、うん、はい、多分桃です。桃っぽい。いただきます、うん、おお、うん、めっちゃサクサク。なるほど、サクサクじゃない、これもサクサクね。ちょっと桃か胸かわからないけど桃っぽい。あ、おいしい。おやつに行ける感じ、うん、これもおやつだね。おやつっぽい、なんかおつまみとかほんと小ぶりでさ、うん、おやつに行けそう。見に行っていい？うん、見えた。うわ、食べやすい、おいしい。あ、柔らかねえ。あ、うまい。おいしいね、軽っ。うわ、胸うまいな。うん、胸ってこんなおいしいっけって感じじゃない？全くパサつかない ね、 ね。これ1位決めらんないかも。じゃあ次、4店舗目、唐揚げの鳥心、うん、日本唐揚げ協会主催唐揚げグランプリ第1回より連続13回金賞受賞だって。なんか盾がいっぱい置いてあったわ。うん、置いてあったね。秘伝のニンニク醤油だれで味付けされてるって。そうだ、お弁当は数量限定で、もう行った時には売り切れた ね。これはミックス、ミックスだね。ミックス 200g、 200g からだったね、うん、胸肉ともも肉。ちょっと胸からいってみようかな。あれ、書いてんの？うん、うわ、あ、おー、暗いね、暗いね。いただきます。うん、ジューシー、うん、ジューシー。胸か、これね、じゅわってきたよ。うん、うわ、美味しいね。衣薄めで、うん、うん、肉厚な感じ。うまい。ちょっともも、美味しいな。結構多分油多めなのかな。かな。もも、うん、柔らか。なんか柔らかいけど、うん、ちゃんと弾力ある。うん、ご飯に合いそう。うん、はい、では次、5店舗目、色とりどり、中津駅から徒歩3分、うん、結構店内はなんかアメリカンな感じの、結構外国っぽいバーみたいな雰囲気の店内だった、うん、駐車場がね、ちょっと 狭、うん、狭いというか、駐車場なかった ね。なんかもう店舗前に止めてくださいみたいな、うん、そんな感じでした、うん、これが平日限定のお弁当ミックスだね。ももと胸ミックス入って、うん、ちょっとおかずも入ってる、うん、お弁当と、そこの名物ブイチキン、 100g だね。 100g 食べづらいらしい。そうそう、最強に食べづらいやつみたいな、うん、看板商品っぽかった、うん、買ってみた。じゃあ平日限定のお弁当いただきます。でかっ、でかいね、でかい。いただきます。全然違う、ここ、なんかすごい鶏感は強いかもしれない。あ、タレがそんなに濃くないのかな、うん、なんかあれだね、結構さっぱりしてるね。うん、多分そう、うん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 、なんか鶏肉の味を楽しめるって感じ、うん、うん、変に味付けしすぎてないのかもしれない。でもいい、チキン、あ、骨ついてるんだっけ。ついてんじゃないかな、硬そうなのあるもん。本当だ、食べづらいらしい。うん、あー、なるほどね。ちっちゃい骨付き鳥みたいな。うん、めっちゃポロポロしてる。食べづらいやつだ、本当に食べづらい史上最強に食べづらいって言ったからね。確かに食べづらい、うん、その名の通りだね。Vチキン他とはまた違う美味しさだね。うん、
塩味がめっちゃ美味しい。おつまみに良さそう、ね、ビールとかの、うん、そんなお酒飲まないけど、うん、うん、すごい。これ本当だ、癖になる感じだ。多分唐揚げ基本醤油だれみたいな感じだけど、これ塩だ。塩だね、うん。最後です。最後6店舗目、中津唐揚げ森山万田本店。唐揚げグランプリ前人未到の5年連続8度の最高金賞受賞だって。国産の鶏肉のみを使用してるって、うん、うわでかいね唐揚げ。ミックス 200g、 200g からだったね。そうだね、6個ぐらいかな、うん、33で33で6個かな。で完全に食べたかった、組織が食べたがってた、うん、せっかくだから砂ずり串1本。ミックスからいく、うん、ね、いきます。でかいな、でかい、そう、なんかでかい、めっちゃでかいよ、でかめ、でかめ、でっか。いただきます。これ塩だれ、塩っぽい、塩っぽいよね。他の唐揚げとちょっと違う味付けが、美味しい。これも衣薄めだね、薄めだね、うん、やっぱどれもそうだけど胸肉すんごいホロホロに柔らかいよね、ほどけるよ、やっぱ唐揚げ屋さんのちゃんとした唐揚げってもも肉じゃなくて胸肉でも美味しいんだね。美味しいね。もも食べます。でっかいね、これもでかい。いただきます。あー、ザ唐揚げって感じ。胸肉の方美味しかったかも。ちょっと私皮が苦手なんだけど、うん、結構皮がついてる気がする。確かに皮は強いね、うん。最後砂ずり、砂ずりね。他の店舗は砂ずり串じゃなくてグラムあね、で売ってたね。これ串だからありがたい ね、食べやすい。1本から注文できるから、うん、いただきます。はい、おコリコリいってる。うわ、これはビールだ。だと思った。ほんと焼き鳥みたいだね、うん、でも焼き鳥じゃなくて揚げてるんだもんね。うん、さあひとまずね、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。めっちゃいっぱい。一日で6店舗食べた、うん、やばいね。後半調子こいて、うん、V チキンとかちょっと食べちゃったから、あの欲が出た。食べたいグラムも多かったしね。そう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 。まあしょうがない、うん、100グラム単位で注文できないとこもあるから。そうだね、そりゃしょうがないからかな、うん、あれ以上店舗回ってたら結構きつかったかな。ちょっときついね、うん。でどれも美味しかったんですけど、お互い1位を発表しますか。発表します。なかなかねちょっと決めづらい、結構決めづらいんですけど、うん、じゃあとしきからいきましょう。僕らですか。どうぞ。第1位ははい、元気屋さん。元気屋さんどこみたいな、どこ。ね、何店舗目、何番目かなって。2店舗目、2店舗目の、お弁当のところ。まあほぼほぼね結構味は似てるんだけど、うん、まあ、全部食べた中でもその唐揚げ弁当の特にもも肉の、うん、多分ね言ってんだけど肉の中心部までこうみずみずしい感じ、あれが一番感じられたのが、元気屋さんか。あ、うん、確かに味染みてたもんね。すんごいそれがね一番感じて、あ、なんか食べて噛みちぎるとこまでこうしっとりというか、あ確かにそれ一番感じたのは元気屋だから。なるほどなるほど、元気屋です。あ、じゃあ続いて私、はい、さやかさんの第1位は、第1位は唐揚げ屋チキンハウス中津本店さんです。お3番目に食べたやつ。あ、はい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 、はい、3番目。あのお食事どころもある老舗感があるね。あ、そうそうそう、ね、はい、うん、なんかね
印象に残ってるのがあのミックスを食べたじゃん、うん、もも肉も胸肉もどっちもバランス良かったかなって、どっちが美味しいとかでもなくどっちも美味しかったかなって感じ。あ、なるほどね。そうで味付けもちょっと優しめ、しかも小ぶり、あで本当なんかおやつにも食べれそうだったから。確かに確かに。なんか私結構なんかどでかいお肉とかが苦手なんだ。あ、そうだね、塊のお肉とかが苦手で、だから結構小ぶりなのが良かったかなって。まあそのグラム数とかにもよるのかもしれないけど、うん、美味しかった。はい、はい、そんな感じでーす。そんな感じでした。いや他にも迷ったんだよね。いやもうね、分かったことはもうただ一つ、せーの、唐揚げは美味しい。違ったまあそうそう、まとめて言うとこの中津の唐揚げは多分どこの買っても美味しい。美味しい。6店舗もあってどこも外れなかったから、うん、それはねもう絶対美味しい。間違いない間違いない。唐揚げ専門店は最強ということで結論出ました。はい、出ました。というわけで、はい、中津の唐揚げ屋さん巡り完結です。完結しました。大満足です。はい、まあ、あのこれが中津唐揚げ巡りの参考になればいいかなと思います。参考になれば嬉しいです。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。